待って待って、どういうことどういうこと、びっくりした。え、待って、誰、おお、うわ、いや、やるやん、高鍵、かっこいい。よう、加賀、こんなところで何やってんだ。おお、高木、うん、かっこいい、大好き。うるせえな、この野郎、どうやら怪我はなさそうだな。なわけねえだろ、死にかけたわ。お、全部喋ってもらうぞ。ここで何が起こったのか、そしてあの化け物は何なのか。ああ、マジで助かったぜ。いいね、でも実弾が効くの、怪異に。なんか、その、特務家だっけ、特有の、その、怪異、対怪異弾丸みたいのがあんのかね。あの目だ。俺も長谷川もあの目にやられた。うまく言えねえが、あの目を見ると、得体の知れない不安と恐怖感が襲ってくるんだ。そんで息が苦しくなってあのざまさ。大体の話は理解した。それよりお前、やっぱ怪異の動向に気づいてたか。だから前にも言ったろうが、素人が首に突っ込むんじゃねえ。その程度で済んだのは奇跡的だな。助けられた手前言い返すね。お前の助手、長谷川だっけ？ああ、あいつが。やっぱりな、いいやつだ。あいつ泣きながら特務課に駆けつけてきたそうだぜ。何？中川から通達があってよ。三階山で怪異の襲撃情報があったから様子を見てほしいと頼まれた。ご存知の通り、今回の異変を受けて特務課はパトロール強化中でな。運よく近くに俺がいたってわけだ。そうだったのか。話を戻すか。お前が遭遇した怪異、実は心当たりがある。知ってんのか。他のやつよりはだいぶ詳しいぜ。だったら教えてくれよ。一体何なんだありゃ。じゃし。あ、山の毛ではないんだね。なんか山の毛の話をされたから、それが来るもんだとばっかり思ってたけど。じゃし。世界の広範囲に分布する民間伝承の一つ。悪意を持って相手を睨みつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができる。イビルアイ、ジャガン、マガンとも言われる。なんかイビルアイとかさ、マガンとかって聞くとさ、全く怖さが薄れるんだけどね。俺は仕事柄海外に行くことが多くてな。数年前、北欧のとある町に滞在していた。12月の中旬頃だったかね。ある日、現地で知り合った男が面白いものを見せてくれると言った。俺はそのまま人気のない路地裏に連れて行かれた。こいつはやべえ、怪しい匂いがプンプンしやがる。狭い路地を抜けると薄汚れた小さな家へ案内された。危険と思っててもやっぱ行くんだね。あ、最初はストリップの類かと思ったぜ。なんか骨董品店みたいな。中に入って俺は驚いた。外見はみすぼらしいが、家の中はまるで違う。壺、貴金属の類、香水の香り、一目見て高級品だと分かるものばかりだった。
そして俺は奥の小部屋に通された。そこには見た目60代くらいの男がいた。ただ異様だったのは、夜の家の中なのに不自然なでかいサングラスをかけていた。なるほどね。現地の男によれば、そいつこそ邪眼の持ち主だという。人や物に災厄を起こす神秘的な目。マフィアたちの抗争にも利用され、金さえ積まれれば殺しもやるという。俺はからかい半分で説明を聞いていた。この男もどうせインチキ、ペテン師の類であろうと。すると男がある提案をしてきた。君がどうも信じていない様子だから、少しだけ力を体験させようと。願ってもない申し出、俺はこれを快諾した。今からあなたを縛り上げる。誤解しないでもらいたいのは、それだけ私の力が強いからだ。私はほんの一瞬だけ、私の目であなたの目を見つめる。やることはただそれだけだ。俺は目に細工でもしてるのかと思った。もしくは香りに幻惑剤を仕込んでいるのかもしれない。忠告を無視して男に近づいた。そしてそいつは静かにサングラスを外した。本当にな、さっきのお前みたいになったんだ。死にたくなるんだよ。なんてことない普通の瞳なのにな。とにかくこの世のすべてが嫌になる。何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃねえ。なるほどね。あの化け物が本物の邪視なのか、あんな風に育てられた人間なのか、それは俺には分からねえ。ただあれは逃げるだけじゃダメな。死ぬ気で立ち向かい、じゃなきゃ自分が死ぬことになる。悪かったよ。はっ。でもよ、正直お前のこと見直してんだぜ。なんで？お前自分を犠牲にして助手を化け物から逃がしたんだろ。やるじゃねえか。だろ。逃がしたっていうか、逃げられたっていうか。まあ言わぬが花ってやつっすな。あ、セーブだ。セーブします。で、こんなところに呼び出して何の用だ。いやー、悪い悪い、わざわざ遠くまで来てもらってよ。ほら、こんな陰気な場所で俺っち一人じゃ心細いだろ。誰か話し相手が欲しくてよ。お前まさかそんなくだらない理由で俺を呼んだのか。いやいや、まあ聞いてくれって。あ、はぁ、帰れねえの。当たり前でしょ、怪異に巻き込まれた人間をほいほい家に返すわけないじゃない。口外するなってことだろ。誰にも言わねえって。そんな単純な問題じゃないの。いいから今日はそのベッドで休んでて。勘弁してくれ、明日も仕事すっぽかしちまったら編集長にどやされちまう。死にかけの分際で口答えすんねえ。どうせろくに動けねえんだろ。ひなちゃんの顔見たら元気になったぜ。あら、本当に元気そう。いや、ひどい。もう一回山まで走っていけば。てなわけよ。自業自得だろ。お前しかいねえのよ。買い出しじゃなくて、俺っちの話を聞いてくれるのは。まあいいさ。何やら随分と興味深い体験をしてきたそうじゃないか。お、聞きたいだろ。
まだ熱々の土産話だぜ。聞いて驚くなよ。は？何の音？赤い月。ん？買い出し。パシられてる。あ、言ってる。あいつめ、人のことをパシリにして。ジャシか、面白いな。だが俺の知ってるジャシとは、影が、俺の知ってるジャシと影が遭遇したジャシは明らかに違う。へえ、そうなんだ。嫌な予感がする。杞憂であればいいがな。あ、何？いろんなやっぱ伝承があるっていうか、ジャシにも種類があるんだ。これこの先生狙われちゃう系？え？なんでこの子いんの？おかしくない？まあいいや。おじちゃん、オッケー。この声は、やばいな。んな？うわ、ハルちゃん。なんでここに？だからおかしいって。お見舞いに来たんだよ。え、マジで？ばあちゃんは一緒なのか？一人で来たんだよ。ねえ、一緒に早く遊ぼう。いやいや、嘘だろ。何時だと思ってんだ。ねえ、起きてよ。早く起きないと。うわ、うわ。あ、死んじゃうんだよ。うわ、やばいってこれ。うわ、やばいやばいやばい。やばいっしょ。蚊が？どこよ？202号室ね、はい。え？行けなくね？やっぱ上だった？うわ、なんだよ。行けなかったと思ったけど。はい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 。行くよ。行くよ。202号室。これか？いない。あいつ、どこに行った？え、やべえ。襲われてる。え、本当にどこ行った？あっちこっち行ってみる？何？いる？あれは。あ、あ、男子トイレ逃げ込んだの？お利口さん。なんだあの白いやつは。まさかやつが邪神だとしたら、あの中にカガが。何か武器が必要だな。少し待っていろ。あ、先生になった。ちょっとセーブします。あ、これダメなんだ。これ以上叱るのは危険。え、眠っているナースさんだ。武器として使おう。え、聞くのかな。うわぁ、オッケーオッケー、引いたオッケーっすね。よかった。やれやれ、とんでもないことに巻き込まれたな。うわ、汚っ。待って、これ汚っ。異臭がするなんてもんじゃないでしょ、こんなの。これ汚っ。お世話…え、待って、ここ、あ、そっか、町の病院じゃないのか。蚊がそこにいるのか。桐崎、やつはどうした？白いやつなら追っ払ったぞ。一時的にだがな、やつの注意は俺の方に向いたはずだ。バカ野郎、早く逃げろ。お前まで死んじまうぞ。それはできん。お前を置いて死なれたら明日から目覚めが悪くなる。すまねえ、お前まで巻き込んじまって。一応確認するぞ、やつが邪神だな。ああ、山で見たやつと同じだ。あの野郎を追ってきたんだ。はっ、マジで笑えてくるぜ。蚊がこの場所には分かってて入ったのか。あ、どういう意味だ。いいか、え、どういうこと、何、どういうこと。
いいか、何があってもここから出るな。病室にも戻るな、外にも出るな。え、何何、どういうこと？余計なことは言わんぞ。お前のことだ。何をするかわからんからな。いや、言う通りにするぜ。お前には迷惑かけらんねえ。さっきから携帯いじってんだがよ、電波がいかれてて繋がらないんだ。そうなのか？ああ、きっとあの化け物のせいだ。何度も試しても手応えなしだぜ。やれやれ、どこかに連絡手段はあるのか？あん、あるとしたら中庭の事務所だな。ここはもともとひなちゃんちの病院でよ。もうそこ以外は使われてねえ。中庭ね、オッケー、了解した。おい、あの化け物が徘徊してるんだぜ。このまま朝まで待つ方が、ああ、このまま朝まで待つ方がリスクが高い。気にするな、勝算はある。本当かよ、俺はない。あっちが。あっちが、こうだ。よし、行くか。化け物がいるんだよな。ああ、今、署に戻った。ああ。何？そんなことがあったのか。わかった。明日俺もそこへ行く。あいつめ、また無茶をして。妙に気になるな。何が？中庭の事務所か。はい。爆速でセーブ推奨が出たな。大事なのがあるかもしれないからね。女子トイレだと。いえども、ここには何もないだろう。携帯が鳴ってしまった。申し訳ない。ラバーカップがある。獲物がいくつか入っているが、肉弾戦は得意ではない。空の段ボール、オッケー。ここ隠れポイントかな。うん、鍵がかかってる。わお、いかにも。中は空っぽ。患者服と書かれている。めくれてるね。とても寝れたものではないな。せやな、わかるよ。埃が溜まっている。気になるものはないようだ。オッケー。この部屋はじゃあ特になし。お、行き止まりか。やばそう。モップ、相手があれでは役に立たない。半開きのロッカー。うーわね、やばいってこれは。あれ、大丈夫だった。どうもこの部屋は使われていないようだ。気になるものはないようだ。どうよ。びっくりした。なんか一瞬 BGM 消えたから、薬品の匂いがするな。特にないな。じゃあ普通のベッドだ。いや、これ怖っ。絶対さ、あ、絶対どっかいるよね。ま、すんげえビビったんだけど。何？ま、そういうことをするのかい？あー、すげえ、ちょっとビビったわ。
もうそれ使うんだ。それで逃げ帰るあたりがなんかこいつ可愛くなってきたな。いいね先生、勇敢だね。もう一回じゃあこの部屋調べて、奥には何もない。お、医療関係のチラシが置いてあるだけか。何もない。あ、じゃあこの部屋は外れか。人が入れるサイズではない。うん、外れかな。じゃあちょっと別の階行ってみますね。うわ、薬品が入ってる。風邪薬、薬、ふむ、大したものはないな。冷蔵庫は物入れになっている。綺麗なコップが入っている。ウォーターサーバー、うわー、あの窓来そう。使い物はない。来た、来ない。あ、これ取ったらバーン。特にか。ん、うわ、びっくりした。演出すごい。演出すごい面白い。よし、いいね。それもう一回くらい使えねえ。ねえ、その消火器もう一回か二回ぐらい使えないかな。ダメっすか。いくつか資料が保管されている。資料読めるか。彼の紙瓶はきちんと保管場所に戻すように。金属類のゴミ、うん、ここは雑誌関係かな。あ、成人向け雑誌か。そうなんだ。昔の病院にありがちなんだ。だからってこの絵はないだろう。成人向け雑誌とかいうレベルじゃないよねこの絵。うん、なんか買ってきたもん逃げるのね。中にはと出てくんだろう。手入れはされている。電話はまあ繋がらないよな。売り切れ状態。案内図いいね。はーい、しょんべんしてたのかお前。おい、さてどうしたもんか。どっかにあるかなあれが。あ、中庭っぽい。ダメ、入れない。危ね。あー、使えねー。危ねー。今度は隠れるタイプか。これはひどい。お前怪、それでいいんかなあ。ああ。マジでひでえな。